片足ダチョウのエルフは、小野木マナブ作、ガノエ本。ポプラ社館。1971年度青少年読書、感想文全国コンクール課題図書。作者は後書きで、草原に生えるバオバブの木の写真よりインスピレーションを得てこの物語を作ったと語っている。アフリカの草原に住む強くて、優しいオスのダチョウ、エルフは、動物の子供たちに、とても人気があった。 エルフもまた、子供たちが大好きで、子供たちを背中に乗せて走るのをとても楽しみにしていた。ところがある日、子供たちが眠毛なライオンに襲われ、エルフは子供たちを守るためライオンに戦いを挑んだ。激しい戦いの末、エルフはライオンを追い払って、子供たちを守り抜いたが、この戦いでエルフはライオンに片足を食いちぎられてしまった。仲間たちは、 片足を失って以前のように草原を走ることができなくなったエルフを気遣い、しばらくはエルフのために餌を運んでやっていたが時が経つにつれて仲間たちの姿もまばらになり子供たちからも忘れ去られたエルフは次第に汗をとろえていった。そんなある日、今度は子供たちが黒氷に襲われた。大好きな子供たちを守るためエルフは逃げ遅れた子供を背負い、 最後の気力を振り絞って、黒氷と戦った。そして、ついに黒氷が逃げていき、子供たちが、エルフにお礼を言おうとすると、そこには、エルフの姿はなく、代わりに、エルフと同じ格好をした一本の木が立っていた。その木の下には綺麗な泉ができていた。その泉は、エルフの涙でできたのかもしれない。エルフは、片足で草原に立ったまま木に生まれ変わり、 いつまでも子供たちを見守っている。動物たちはその姿を見るたびにエルフのことを思い出すのであった。ありがとうございます。